はいどうも皆さんこんにちは、今日1月の、14日の、日曜日です。今ですね公園でアップをして、で上半身、腹筋背筋あとは、肩周りとかをね、ちょっとメインに筋トレやってました。結構いい感じで追い込んだんでもうかなり疲れてるんですけど、今からですね、まあ、場所を変えていつもの坂道で、坂道ダッシュをやっていこうかなと思ってます。で本当はね1月はもう少し走り込みをメインに、練習をしていこうかなっていうふうに当初思っていたんですけども、一昨日のね 100m と 200m の、タイムトライアルの走った後にちょっといろいろ考えてですね、少し早めにその量から質スピードの方にね、練習の内容を変えていこうかなって思って、まあ、今日はね今からダッシュ坂道ダッシュやっていこうかなと思ってます。で内容はですね 30m のスタートダッシュを5本で、これはもうとにかく100m 走のね一時加速の区間を想定して、とにかく体をね一歩一歩しっかり、まあ、筋力に多分頼ってる部分がこの区間はあると思うんですけど、まあ、しっかりね股関節とか太ももの筋肉なんかを使って体をね確実にこう押し上げていくっていうイメージで走っていきたいなっていうふうに思ってます。でその 30m5 本やってその後ですね20+30、これ 20m の加速区間からの 30m ということで、その後半の 30m はタイムを測って、いこうかなと思ってます。それをね3本やります。でとにかくこれ1本1本ねタイムをもうとにかく気にして全力でね、走っていくようにしていきます。まあ、もちろんその 20m までのね加速の区間もすごく重要になってくると思うので、まあ、そこからね、頑張って走っていかなきゃいけないんですけど、まあ、とにかく 20m の中でしっかり加速をして 30m ある程度そのスピードをねその坂道でも頑張って維持できるようにね走っていこうかなっていうふうに思ってます。でそれを、20+30を3本やって、で最後に 100m をね、3本やっていこうかなと思ってます。でこの 100m も普通のねなんていうのかな、平らなトラックで、100m を走ってるっていう、そういうこのイメージの中で、同じような感じで、走っていこうかなと思ってます。まあだいたい50メートルスタートしてから、50メートルぐらいまでしっかり加速をしていって、まあそこからね頑張って走るっていう感じのイメージで、坂道なんでもちろんね、平らなところよりもきついんですけど、まあその辺はね、とにかく頑張って、走っていこうかなと思いますんで、まあね、ただ頑張るっていうだけじゃなくて、しっかりね、一本一本いろんなこと考えながら、とにかくスピードを意識して、走っていきたいなと思ってますんで、というわけで今日も頑張っていきますので、よろしくお願いします。頑張ります。
間違った、20プラ40走ってました。はい、ということで今 100m を2本走って、2本でね終了したいと思います。かなり一本一本ね集中して走ったらやっぱりそんなに何本も走れないなっていうふうに思ったんで、まあ100は2本で終了しました。はい、でまあ100はねもう後半に行けば行くほどちょっと勾配がきつくなってるんで、ラストめちゃくちゃきつかったんですけどね。まあ、きついからこそ、力もね、ついてくんじゃないかなっていうふうに思っているので、まあ、まあ、なんちろ、頑張って一歩一歩走りました。で、坂道ダッシュなんですけど、実はね、私陸上を始めてっていうか42で再開してから、特にね、なんか練習方法とかも分からなくて、なんかひたすら坂道走ってたんですよね。そうしたら、アキレス腱とかね、股関節とかを、まあ、痛めてしまって、またしばらくね、なんか練習できないなんていうこともあったので、やっぱね、坂道っていうのはすごい負担がかかる練習だなっていうふうに思って、しばらくね、坂道の練習っていうのはあんまりしないようにしていたんですが、まあここに来てね、だんだんその体も回復能力が高くなってきたりとか、力もついてきてるなっていう風なことを実感しているので、坂道ダッシュの練習もね、どんどん取り入れてやっていきたいなという風に思ってます。まあね、練習っていうのはそのずっと同じ練習をしててもダメだと思うので、とにかく少しずつね、常にこの自分の限界をちょっと超えられるような感じで、いろんなこと考えて走っていきたいなっていうふうに思ってますので、まあもちろんということは日に日にどんどん練習が、きつくなってくると思うんですけど、まあ怪我だけはしないようにね、しっかりケアもしながら、頑張ってやっていこうかなと思います。ということで、まあ、今日のね練習は、これで以上になります。いつもね本当にご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。